社を代表いたしまして、小浜市長松崎浩二よりご挨拶を申し上げます。松崎市長お願いいたします。開業100周年記念式典の開始にあたりまして、沿線市町を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。本日ご臨席の皆様におかれましては、日頃から小浜線の利用促進及び活性化にご尽力を賜っておりますことを対しまして、深く感謝を申し上げます。また杉本福井県知事、大石国土交通省中部局長、熱海舞鶴市長、田中県議会議員におかれましては、大変ご堪能の中、公式典にご臨席を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、小浜線は、京都府下、舞鶴より、福井県下、小浜を経て、敦賀に至る鉄道として、大正11年に、敦賀東舞鶴間が全線開業してから、今年で100年となります。この間、人口減少やマイカーの普及など、鉄道を取り巻く環境は変化する中、沿線住民に愛されながら、100年という記念すべき節目の年を迎えられましたことは、国、県、沿線自治体の皆様をはじめ、これまで安心安全に運行していただいた JR 西日本様など、関係各位のご尽力とご支援の賜物であると思います。小浜線はこれまで沿線地域の人々の暮らしを支え、岡沢のエリアの自然や歴史、海産物など、豊かな食を求める観光客らの往来により、鉄道を中心とした産業や観光などの地域振興に大きな役割を担ってまいりました。また、令和6年春の北陸新幹線敦賀開業後は、首都圏や関東甲信越から沿岸地域や京都府北部を訪れる方々の移動手段として、今後、さらに重要な役割を担うものと期待しております。私たち沿線自治体といたしましても、北陸新幹線通過開業の効果を沿線地域全体に波及させるため、県、JR 西日本などの皆様と昨年10月に小浜線沿線観光活性化会議を設立し、観光誘客に向けた取り組みを協議するとともに、今年7月には小浜線の活性化をより強力に推進するため、小浜線沿線観光活性化に関する連携協定が締結されたところでございます。こうした中、今年度はこの記念式典を皮切りに、本日から始まった観光列車黒松号の運行に続き、敦賀開業に向けた観光誘客への取り組みとして、小浜線観光モニターツアーやサイクルトレインの実証運行、11月には岡崎直通列車の運行が実施されるほか、100周年記念グッズの制作や記念入場券の発行などを通して、小浜線の魅力を県内外に向けてしっかりと発信したいと考えております。今後もここにご臨席の皆様としっかりと連携しながら、日常利用の促進と交流人口の拡大による小浜線の活性化を目指してまいりますので、皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、この記念すべき全線開業100周年を新たな出発点として、小浜線はお客様の笑顔を乗せて力強く走り続けることをご記念申し上げ、挨拶とさせていただきます。令和年10月1日の頂戴です。本日はご参加ありがとうございます。
ご臨席を賜りました。重ねてお礼申し上げます。皆様のおかげをもちまして、小浜線は12月20日に全線開業100周年を迎えることができます。大正11年に開業しまして、昭和62年には国鉄分割民営化に伴いまして、私ども JR 西日本が承継をしまして、以来35年間その運営に努めてまいりました。この35年の間だけを取りましても、電化ですとか、あるいは新しい125系の5系車両の投入、あるいは駅の改築など、さまざまな変化を経験しながら、今日まで積み重ねてきたところでございます。ひとえに地域の皆様にご愛顧をいただき、ご支援をいただいたからこその100周年だということを強く認識しておりまして、重ねて御礼を申し上げる次第でございます。そしていよいよ2024年春には、北陸新幹線がこの敦賀にやってまいります。多くのお客様が日本中、あるいは世界中からこの嶺南地域に訪れていただく大きなチャンスでございます。その準備としまして、先ほど松崎市長様からもご紹介がございました活性化会議、小浜線沿線の観光活性化会議、それから連携協議を結ばさせていただいてですね、中部運輸局様のご支援も頂戴をしながらですね、さまざまなイベントを企画し、あるいはイベント列車を、本日のプロバスのような列車を企画してきたところでございます。ぜひ北陸新幹線の延伸効果を最大にする、そしてそれを持続させていくというこの共通の目標に向けて、今後とも皆様のご支援ご協力を賜りながら、観光素材の磨き上げ、情報発信、小浜線の魅力づくりをしっかりとやってまいりたいと思っております。2024年秋には北陸の地におきましてディスティネーションキャンペーンもございます。来年2023年の秋に全国は販売宣伝促進会議がございます。その時までにラインナップを揃える必要がございますので、引き続き皆様のご尽力どうぞよろしくお願い申し上げます。お結びになりますが、福井県並びに小浜線沿線の西町のますますのご発展を心よりご祈念申し上げ、簡単ですがお礼の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。
それから歴神宮の参道のところもですね、整備を進める折ったもできました。もうとてもですね、ここが良くなっています。このオバマ線の沿線全体がですね、例えば三方五湖の周辺も素晴らしく良くなって、今日からですね、レインボーラインの無償化をいたしましたので、車がどんどん来るようになります。オバマもですね、山頂町をはじめとして非常に古い町並みを生かしていただいている。それから高浜の方に向けてもですね、海からとか CC パークとかですね、新しい挑戦もしていただいている。こうなればですね、お客様もどんどんこう、ここから送り出していかなくちゃいけない、そういう環境になっているわけでございます。さらには、今ナショナルサイクル、サイクリングルート、これを目指してですね、活動させていただいています。サイクルトレインという形もですね、JR さんにお願いしていかなくちゃいけない。こういうことでですね、次々と日常使いの他に観光客の方も迎え入れてですね、この小浜線、そして沿線全体がですね、活性化できるように、これからも私どもも努力をしてまいりますし、皆様方の力添えも願わねればと思っているところでございます。結びになりますけれども、この100周年、これをですね、一つの契機といたしまして、この小浜線がこれからさらに、県民の皆さんに愛していただく、さらには観光客の方に利用していただける、そういう鉄道に発展されますことを心よりお記念を申し上げまして、私からのお祝いのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。谷本様、ありがとうございました。続きまして、国土交通省中部運輸局長大石平一郎様よりご祝辞を頂戴いたします。大石様、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました国土交通省中部運輸局長の大石でございます。本日、小浜線全線開業100周年記念式典がこのように盛大に行われますこと、心よりお喜びを申し上げます。ご臨席の皆様におかれましては、日頃より小浜線の維持発展、利用促進、交流人口の拡大や地域経済の活性化にご尽力をいただいておりますこと、感謝申し上げますとともに、平素より国土交通行政へのご理解、ご協力を賜っておりますことに、この場をお借りして、ご申し上げます。さて、この度、めでたく全線開業100周年を迎えられます、小浜線は、通勤・通学の交通手段として、また地域の生活の足として、多くの方々に利用されてまいりました。同時に、沿線にございます、若狭湾や三方五湖など、空港名義な観光地に、多くの観光客を呼び込み、その足としても利用されてきたわけでございます。一方で、昨今、人口減少やモータリゼーションの進展に加え、コロナ禍による移動制限などから、鉄道にとっての逆風が、この小浜線にも大きな影響を及ぼしております。この7月、国土交通省で開催されました、鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会、この取りまとめが公表されております。その中で、人口減少社会の中で利便性と持続可能性の高い地域モビリティへの再構築を目指す上におきまして、沿線地域と鉄道事業者のこの協働により検討を進めていくこと、そのことが基本原則であることがうたわれております。群馬線におきます沿線の皆様の連携取り組みは、まさにその最たるものと考えております。今晩の記念式典に際しましては、こちらにございますお隣の京都丹後鉄道様との連携により、丹後車津号の小浜線への乗り入れが実現され、また本日を含め4日間だけでのプレミアム運行とではございますが、非常に好評であるというふうにお伺いしております。その他にも、冒頭市長様よりご披露ございましたけれども、小浜線モニターツアーなど多くのイベントが企画されているということで、改めて皆様の協力体制とその熱意を感じており、小浜線およびその沿線の魅力発見が利用促進につながることをお期待いたす次第でございます。北陸新幹線敦賀延伸開業が着実に近づいてくる中、延伸開業を追い風として、また足元においてはいよいよ開始されます全国旅行支援など、さらに更なる起爆剤としまして、
黒沼線沿線地域における持続可能な鉄道と観光の実現、これにつながることを強く願っております。中部運輸といたしましても、この地域の優れた観光資源を活用した持続可能な観光地域づくりを推進しており、令和4年度においては欧米の方々を中心として知名度が高い関原地名ゆかりの人道の魅力を一番見せるに加え、伝統的な町並みや豊かな自然、食、伝統文化に焦点を当て、関係の皆様と検討会を立ち上げ、地域の持ち味を存分に生かした観光コンテンツの企画開発やその魅力をしっかりと伝えられるガイド育成に取り組まさせていただいております。またいよいよ復活の機運が高まっております訪日外国人旅行者、皆様が安全安心で快適に旅行を楽しんでいただけるよう、受け入れ環境整備等の支援も行ってまいりたいと考えております。引き続き中部運輸としては地元沿線の方々との連携協力体制を後押しできるよう、今後も積極的に取り組んでまいりたいと思っておりますので、引き続きご準備のことよろしくお願い申し上げます。お済みになりますが、今後とも この小浜線が関係者の連携協働のもと、より多くの利用者から愛され末永くご利用いただくこととともに、沿線地域のさらなる発展と本日分析の皆様のご転職を記念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。
まあ、今仲間という意識が非常に強い場合がありまして、こういった時は協議連携をするわけでやっていきたい。さらには2年後、2年半後には新幹線が敦賀まで来る、ここで降りられる客をいかに楽しますかというのが、やはり京都北部との連携を渡す米南地域、赤沢ベイエリアの発展が極めて重要だと思っています。今日つけますこの町の京都観光鉄道、私の京都観光鉄道の副社長でして、密接に関係しておりまして、これは美味しい食事を取れる、すごく水戸岡先生、水戸岡さんという方が作られた、すごく有名なところが設計された列車ですので、とにかくこの地域を盛り上げたいというようなことで、皆さんと共に頑張りを作っていくので、よろしくお願いいたします。西日になりますけれども、米南地域のますますの発展のためには、やはりこの小浜線の活用、そして京都北部、さらには豊岡までの、そういった、ね、沿線の連携がキーワードであると思いますので、困ったときは、自分で何かしてくれしてくれでは進みませんので、我々が何をしたら発展するのかということを共に考え頑張りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日は本当におめでとうございます。進行。